レモで使っていらなくなったパイをもらいました。なのでこれで皆さんへのプレゼントを一つ作ってみようと思います。するしない？早速行ってみます。これさ、ボンドの量って適当でいいんですか？結構出ちゃったよ、結構出ちゃったけど、これ大丈夫なの？結構出ちゃってるけど、結構出ちゃってるけど、これ大丈夫？結構出ちゃってるけど、これ結構出ちゃってるけど、結構出ちゃ、これ意外とサラサラですね、この液体が。まず2個ずつセットして、私上下だけ気にしてるから、麻雀牌の上下だけは丁寧に揃えたい派なの。これすぐ固まりません？手にくっついたらやばいやつじゃない？こんな危険なの渡さないでくれよ。え、結構すぐピタってなる。何の説明もなくこれだけ渡すのやめてくれよ怖いんだけど。そう、一滴でいいよこれ。最初出しすぎたよ完全に結構すぐ固まっちゃう。これをこんな感じで合体させていこうと思います。でもちょっとこれ後でやろう。とりあえず3つのセット作る。ではこのパーツをくっつけていきます。あ、一番下にこの秋が来るから。なんで誰も感動してくれないの？こう同じ向きのがいいのかな、それとも逆のが可愛いかな。逆のが可愛いか、逆にするか。誰もうんともすんとも言ってくれない思いがけないところで増えたんだけど。え、これ何、力技で取れんの？ちょっと浮いてるな。これ一番下のがいいかも。出来悪いもん。これ下にして、これ真ん中にして、どう？結構良くない？もっとさ、わーとかうーとかさ言ってくれよ。よいしょ。おー、え、結構良くない？これできたんじゃない？できました。タタ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 。ポイントはね、ここにアッキーがいるので、しごろ、テーマはしごろ。これペン立てですわ。イメージ映像こんな感じね。ほら、これに太陽技研の方のサイン全員分入れて抽選で1名の方にプレゼントしたいと思います。さあ、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではまたね、バイバイ。